ックボクサーが3人ぐらい候補あったじゃないですか。全員亡くなったってなった時に、選手って活躍してれば絶対そういう時期来るんですよ。チャンスが芽生える時、いつでも掴める準備しとけって思いました。いろいろ昨年の年末、天心のラストマッチに吉成選手に参戦してほしいってことで、まあ大臣として私として名高選手にオファーさせてもらって、まあ残念ながらカードの実現はなかったんですけど、そこに何か敵意を持って話したわけではないんですけど、思い余って私の言葉が強くなってしまったりで、まあ私のあの発言を一つきっかけにして、やっぱり吉成選手と我々の間に隙間風が吹いたことも事実ですし、不愉快な思いをさせたことをこの場を借りて本当に深くお詫びしたいと思います。すいませんでした。仲直りしました。はい